鉄腕と呼ばれた稲尾和久の成績がやばすぎた。1961年のシーズンに78試合に登板して成績は42勝14敗。完投の試合が25試合、完封勝利が7試合、防御率は 1.69。 とんでもない数字だ。現在ではとても考えられない